なぜトレーナーになったのですか？学生時代に少年野球のコーチをしていて、自分の練習に疑問を抱き、これでいいのかと思い、もっと体のことを勉強したいと思ってトレーナーにしました。お客様が求める結果に対してどのような思いでサポートをしていますか？トレーニング指導のプロフェッショナルとして目標を見失わず熱い思いでサポートしていきます。どのようなコーチングをしていますか？ゴールにたどり着くようにストーリーを思い描き、スキル、知識を提供し、課題を明確にして実行しています。パーソナルトレーニングで大切にしていることは何ですか？クライアントの変化を少しでも見逃さず成長を実感させることを意識しています。どのようなお客様のご相談が多いですか？筋力アップ、体力向上のお客様が多いです。注意、頑張りましょう。